今週土曜日に開幕を迎えるサッカー J3。 アスルクラロ沼津で2年連続キャプテンを務めるのが宮城県仙台市出身の菅井拓也選手です。東北出身としてリーグ開幕のこの時期を特別な思いで迎えています。2011年3月11日、東日本大震災で最大震度7を観測した宮城県。7メートルを超える津波が押し寄せ、町を、人々を飲み込みました。僕らもどういう状況になっているかっていうのが全然わからない状況だったので、とりあえず帰れない選手だけでクラブハウスに一泊しまして。当時仙台大学1年生だった菅井選手が被災したのは練習の直後。半壊した自宅に翌日戻ることができましたが、水道管工事の仕事をしていた父克美さんだけが帰ってきませんでした。ある程度は覚悟がしてた部分はもちろんありますけど、もっと話してくればよかったとか、あ、お酒とか一緒に飲めたらよかったなとかは今もちょっと感じる部分はあります。津波に飲まれた父の遺体と対面したのはあの日から5日後でした。このままサッカーを続けていいのか悩む気持ちを吹っ切ることができたのも父の存在があったからでした。父がなんか見てるからもっと頑張らなきゃなとか、あ、こんなんじゃダメだなとかを思えたので頑張り続けることができたのかなとは思います。父との別れを力に変えて、菅井選手は大学卒業後 JFL での活躍が認められ、2017年にアスルクラロ入りを果たします。その3年後、チームは防災ボランティア組織全力防災隊を設立。避難所の運営方法や AED の使い方を学ぶ活動の中で、菅井選手も震災の経験を伝えてきました。やはりこの静岡県に住んでる以上、今後大きい地震が来るって言われてますので、まあ、ガソリンが半分になったら満タンに入れるですとか、まあ、この地域のために自分の言葉でしっかり伝えることができていければいいかなとは思ってます。私が検温ボディチェックと女の子のトイレと宿題対応で、菅井さん宿題フォローと支援級対応をお願いします。はい。高校の教員免許を持つ菅井選手、チームの練習後は障害を持つ子どもたちの学童保育に携わっています。セーフ？セーフ。はい。レベル5。はい。はい、レベル5アウト。レベル5アウト。痛くない。絶対痛くないか。東北出身のプロサッカー選手として、使命は地域にあの日の経験を伝え、子どもたちに夢を与えること。そしてスポーツの力が被災地に元気を届けられると信じています。毎年3月11日が、来るたびに、当時のことを思い出しますし、忘れちゃいけないなっていうふうに、思いますし、今僕はここで精一杯サッカー頑張って
その姿を少しでも多く見せれるようにちょっと頑張っていきたいなとは思ってます。